雷鳴ってるね。光ってから音が鳴るまで結構時間あるから遠いのかもね。でも油断はできないかな。私さ、雷が苦手なんだ。というかトラウマになりそうなレベルで。ああ、怖いとか大きい音が苦手とかそんな可愛い理由じゃないよ。実はさ、雷のせいで PC が壊れたことがあるの。しかも作業中に。おまけにデータのバックアップどころか上書きもしてなくて、いやー本当にやばかった。あの時が人生で一番肝が冷えたね。あの時データのサルベージはできてなんとか助かったけど、もしデータのサルベージができてなかったと考えると、今でも震えてくるよ。個人的にはホラー話よりもこっちの方がマジで怖いの。まあそんな出来事あったんで雷が大の苦手になったんだ。あの事件以降は雷が鳴っている時は PC とかは切ってじっとするようにしてるの。あ、そうだ、君の愛しの彼女はとっても雷が怖いんだって。だから彼氏の君、これ以上怖がらないように目いっぱい甘やかしてくれる？なんてね。